こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今回のレビューは、とっても古いですが、ヒロボー SRB クォークをお送りします。この SRB クォークは、ヒロボーの持つ特許を具現化した RC ヘリとして、2008年に登場しました。RC ヘリなど、軽量ローターでは、ジャイロプリセプションが通常と異なる場所に現れることに着目し、従来90度だったスタビライザーをローターに対して鋭角に交差させることで適応させる特許を取得。この結果、マイクロヘリに大革命が起き、後の T-REX100 やソロプロ V911、さらには MSR といった名機が生まれる礎となりました。さて、このクォークは産業ヘリも手掛けるヒロボー社の高い基礎技術がバックボーンにあるので、マイクロヘリの創世期だというのに、ローターを駆動するメインモーターはすでにブラシレスでした。テールローターはブーム内を貫通するシャフトによってブラシモーターがドライブ。モーターやサーボなど重量物のすべてが重心であるメインマスト直下に集約される合理的な設計で、高い自己復元力や安定性に寄与しています。スペック。重量は実測で 138g、バッテリーを入れても 165g とサイズの割に軽量。驚いたのは、メイン、テールローターともに、発泡素材製であること。ハサミで、簡単に切れるほどの強度なので、接触時の損傷を最小限に抑えられます。周囲に対する安全性への配慮に加え、明確に壊れる部分を用意することで、墜落時の、機関部への重篤な損傷を防ごうという思想に、同じエンジニアとして感銘を受けます。受信機は、ジャイロ ESC 一体型という、現在のマイクロヘリと通じる構成ですが、まだ 2.4GHz どころかデジタルでもなく、4072MHz FMPPM 方式というのが、時代を感じさせます。ホバリングテスト。ほぼ横逃げなし、まっすぐ離陸。左側ランディングスキッドの、かさ増しのおかげです。若干の、味噌すり運動を起こすものの、驚くべき安定感。特に、スロットルに対する応答が従順で、高度維持が、素晴らしく簡単。風速2メートル以下の微風という絶好の環境。ピルエット。環境風に流されこそすれ、姿勢崩れもなく、高度もほとんど変わらず、綺麗に回れます。そのままの流れで、通常の旋回や8の字を描いて飛行させてみましょう。スライバーのジャイロ効果によるスタビライズなので、当たり前のように揺り返しがあります。この大きな揺り返しは、バーの重さに起因するものなので、
軽くすることもできますが、安定性とトレードオフになります。ジャイロ代わりのスタビライザーがですね、こう斜め向いちゃうんですね。最初こそ戸惑いましたが、慣れてくると操れる感じがとても楽しいです。多少手荒な操作をしても飛行が破綻しないです。いい機体だな。返しのせいで止まらないですね。ただ揺り返しが大きいせいで目標地点に着陸させるのが難しい。慣れが必要ですね。